北川村、モネの庭、マルモッタン北川村、モネの庭マルモッタンは、高知県八季郡北川村の共にある庭園。フランスの画家クロードモネが描いた連作、水蓮をモチーフにして、水蓮が浮かぶ池などがある。モネが水蓮を描いたジベルニーの庭園以外では、同庭園を管理するモネ財団から、モネを管することを公式に認められている、唯一の庭園である。 印象派を代表するフランスの画家であるクロード・モネが1883年以降暮らしたジベルニーのモネの庭を北川村の自然を生かして再現したもので2000年4月19日に開園した再現にあたってはフランスのモネの庭の古問ジルベール・バエの指導を受けている水蓮の葉が円形や楕円型を保って水面全体に程よく分布するように 水底で鉢に植え、週に一度は水中の落ち葉を回収し、年に一度は池の水を抜いて水蓮の株を交換する。池の周囲にある草木も季節、時間帯による要項なども考慮して、緑と空の水面への移り込みを計算して植えられている。園内では1000種類の花などを育てて植え替えている。植生を管理する川上広氏は2015年にフランス政府から 芸術文化勲章を授与されている1990年に特産品であったユズを基幹とした村おこしを目指してユズのワイナリー事業の誘致が行われたがバブル崩壊の影響により1996年に計画は大幅な縮小を余儀なくされワイナリー事業に使用する予定だった土地の活用も含めた新事業が検討された。急遽 立ち上げられた村のプロジェクトチームにより、地域を活かした観光と文化の拠点として、モネの庭の再現を中心とした、フラワーガーデンが提案された。同年秋には職員をフランスへ派遣、クロードモネ財団の協力を得るなど開園に向けた準備が進められた。北川村、モネの庭マルモッんン入り口、光の庭前景、花の庭前景フラワーハウス。ありがとうございます。